次期衆議院議員選挙をめぐり、金秀グループの小屋会長が玉城知事を支える県政与党勢力、いわゆるオール沖縄勢力への不支持を表明し、波紋を呼んでいます。オール沖縄とは一体何だったのか。勢力の中心にいた尾長武前知事との関わりを振り返ります。横田記者のリポートです。先週、沖縄テレビの取材に応じた 金秀グループの小屋会長。目前に控える衆議院議員選挙で。オール沖縄勢力への不支持を表明し。活動をこう振り返りました。ええー、小野知事を中心とする。幅広い。あの。辺野古新基地反対の。一つのムーブメント。でも、すべて。あの、小野知事が。先頭に立って。その指導力の元に。集まったと。 いうことでやっておりましたオール沖縄イデオロギーよりアイデンティティ2014年の県知事選挙で普天間基地の辺野古への移設反対を訴えて当選した小永前知事選挙戦は時効が押す現職に対し革新と保守が党派を超えて協力しさらには一部の経済界が小永前知事を支援しました この枠組みこそがオール沖縄勢力です。選挙戦の際。翁長前知事が三個の例で協力を仰いだ人物がいました。翁長さんがね。あ次知事選挙立候補をしようと思うぞ。組織を新たに作、あの、つく、あの、作ろうと思っている。その組織のトップになってくれと。嘉手町長を動き努め。県内で保守の重鎮として知られる。

県内41一すべての市町村長が建白書に署名しました。本土復帰最大規模の要請行動がオール沖縄の源流となり。その中心にいたのが当時の八町だった翁長前知事でした。当時のあのオール沖縄の市政はあの翁長たけしを中心にして。私はあの保守も革新もあのある程度。 了解の腕で成り立ってたと思う辺野古移設の反対という一点でまとまったオール沖縄という枠組み知事選では移設に反対の立場を取る革新勢力とともにかつて自民党の県議会議員で議長も歴任した中里俊信さんや金秀やかりグループなど保守・経済界が顔を連ねました。

うちなンチのアイデンティティをしっかり探ろうというあの姿勢はね誰にも共鳴し得る内容だったのよしかし徐々にほこびが見え始めます2018年名護市長選挙で辺野古移設に反対する当時の現職が敗北すると金秀グループの小屋会長がオール沖縄会議の共同代表を辞任共同代表 辞任することによってですね、もう一度原点に立ち返ってこのオール沖縄っていうのは何だったのかということを考える機会にしたいなというふうに思っておりますさらに金秀と同じく組織の中心的な役割を担っていた狩牛グループも離脱尾長前知事を支援するオール沖縄会議の中では敗北した名護市長選の総括や県民投票に対する意見が分かれたほか 革新の政党色が強まっていると保守層から反発が上がるなど足並みが乱れていましたそれでも両者は尾長前知事の支援を継続することを明言していましたしかし尾長さんはずっと保守中道の中でコロナテの 政治家としてのキャリアを築き、政策も打ち上げてきたと、そういう人なればこそ、我々わ信頼して、頼れるところがあったかと思います小谷会長は去年、小長前知事の後継として擁立した玉城知事の後援会長を辞任、オール沖縄勢力と完全に離別しました。高い確率高く理想をることはは賛成だがししかしそれは 達成されなければあのある意味で意味がないと考える人といや、抱えることを続けることが大事だという価値を持つ二つの意味があると思う特定の思想信条のためにあの戦うことはできない限界だということを誘って今回の構図になったと思う宮城さんは捕獲の立場を超えたオール沖縄は尾長前知事だからこそ構築できた 枠組みだったと振り返ります。百人おれば百人の意思があるし、理想があるし、人生があるわけ。それはあの一緒にずっと持ち続けるっていうことは、あの大坂竹がなくなった今誰もそれをやり遂げ人はいないですね。新たな政治勝利を生み出した巨大の政治家が死去してから3年、県内政局は新たな展開を迎えています。